ないら。予言の最悪は無事に決着をつけることができた。ご苦労だったな、カイラ。ああ。空なきに破壊された町の再建も始まり、妖魔界の民もようやく立ち直ろうとしている。だが、元の町並みに戻るまで、まだまだ先は長い。どうしたものか。おいおい、そう暗い顔をするな。俺たちにはまだやれることがある。妖魔界を再建する。その方法は一つではないということだ。どういうこと？実はちょっと考えがあってな。またしばらくここを離れるつもりだ。次に会うときは面白いものを見せてやる。楽しみにしているよ。こちらの準備が整い次第、知らせを出すとしよう。さらばだ、カイラ大王。エンマ様。今年の夏場所は暑くなりそうですな。ん？何？相撲？史上最大の大一番が俺たちを待っているぜ。やっぱり相撲？大王の座を降りたというのに忙しい奴だ。さて、私も負けてはいられんな。王としてやるべきことは山積みだ。あれやね、ぬらりひょんも、まあ、直接使えとるのがエンマっていうのはあるんかもしれんけど、エンマには様付けやのにカイラに対しては違うんやね。いかん！カイラ様、一大事です。まずい！世界の扉が復活したのです。え、なになになに、まだ問題ごと？なんだと？予言書にはこんなこと書いてなかったのに。もしかしてまだまだ何かが起こる？そっか、扉が復活したけんみんな来とったってことかな。なになに、不穏な空気。妖怪探偵団、お前たちにまだやるべきことが残っているようだな。お。第11章。終わりなき夏休み。ザ・ネバー・エンディング・サマー・バケーション。いや、夏休みに終わりはありますよ。だからみんな焦るんだ。それじゃあ俺たちがさよならした後、また扉が復活したんだ。そうなの。それでせっかくだからみんながケイタ君の家に来ちゃった。みんなはのんきやね。驚いたでしょう。扉が復活した理由はまだわからないんだけどね。きっとまだ俺たちの力を必要としている人がいろんな世界にいるってことさ。ウスラヌラにも新しい怪奇案件があるみたいだし、また新しいの来た。妖怪のことで困ってる人たち助けてあげなきゃね。そういえばケイタも気になることがあるって言ってたよな。俺が知ってる妖怪ウォッチってもっとパワーアップできるはずなんだ。エンマやカイラ様なら何か知ってるかも。だから未来のエンマ宮殿にも行ってみようよ。あ、そっか、 S ランクにできるのか。行く行く、俺もまだまだ強くなりたい。最強の S ランクってやつだよね。妖魔界にはまだまだ強い妖怪を見るはずですし。そうにゃん。俺っちたち大冒険が終わった後ももっともっと強くなれるにゃん。なるほどね。ウスラヌラに調査や次回の解決以外にもまだまだやることはありそうだ。うんうん。やっぱり扉は私たちのために復活したのかもね。うんうん。またみんなで一緒にいろんな世界を冒険しよう。よーし。そうだね。早速外に出てみよう。じゃあとりあえず、増えたクエストをやっていきますか。S ランクへの登竜門。これやこれこれ。カイラから何か話があるみたいだ。エンマ宮殿に行ってみよう。装備大全怨念続編。お、スペシャルコイン。あ、なんかカイラ。てけ、未来のエンマ宮殿にまた行かんといかんってことやんね。ん？何あれ？ね、あのびっくりマーク何？え？何のマークあれ？今までなかったことない、そんなの。あ、もしかしてフミちゃんの自転車？あったあった、私の自転車。これで移動も楽ちんだね。かわいい自転車を手に入れた。あー、やっとふみちゃんも自転車移動が。もしかして前からあったんかな？ごめんなさい。もしかしたら前からあったんかもしれんね。ふう、気づかなかったよ。さあ、それじゃあ。あ、ちょっと待って、ここのさ、何？野合羽にもさ、びっくりマークついとったよね。結構前に見かけて、そのまんまにしとると思うんやけど、ちょっとそっちも見に行きたい。今この時代にいるときに。こっから下に降りればいいかな。うん、降りられる、降りられる。あ、おったおった。雨が降ってきた。天気雨か。晴れとるし。いいよ。今日から吹雪姫ファンクラブの一員として、心機一転頑張っていくぜ。まだその話をしてるのね。そうっす。俺は決めたっす。これからは一生吹雪姫についていくと。
でも未来の吹雪姫の怒った姿もちょっとグッときたっすよね。いい加減なんだから。それはそうと今回は本当に助かったっす。何かお礼をしないといけないっすね。何か持ってたっすかね。そういえばタブかけの距離があったっす。これでいいっすよね。何その適当なの。そんなものをもらうぐらいならいらないんですけど。いらないよ。贅沢っすね。それじゃあ音楽アプリとかどうっすか。音楽アプリ？何アプリくれるの。妖怪パッドにインストールしておくといつでもどこでも音楽聴けちゃうアプリっす。あ、じゃあこれでミュージックカードの音楽が聴けるようになるってことか。ミュージックカードがあれば曲を増やせるっす。今時のマストアイテムっすよ。へえ、面白そう。ありがとうのガッパ。どういたしましてっす。これを使ってノリノリな妖怪ライフを楽しむっすよ。音楽アプリを手に入れた。なるほどね。じゃあこれで、でもこれってまださ、スペースあるけど、この分はもう増えんのかな？ちょっとよくわからんけど。で、ちなみにトレジャー写真でわかる。あ、そうよ。大森山の、私が見つけとった、これ。行こう。あれ？てかあれじゃない？ちょっと待って。このさ、これは、どこ？お店？パン屋さんやないん、これ。ねえ、パン屋さんよね。ということはだ。パン屋さん下の方にあったような気がする。あれ、どこだ？こっちか。ほら、この辺やろ。ほら、あった。トレジャーボックスを発見した。お、風魔のアーク合力を5個手に入れた。風魔のアーク怨念を5個手に入れた。トレジャーハンターとしての称号が見つけ職人になった。見つけ職人。いいね。ほら、C 級になったよ、見つけ職人。めっちゃいいやん。あとは、まあ、とりあえず大森山に行くか。今分かっとるところ。はい、ワープします。大森神社へ。はい、大森神社到着。そして、多分一番下の、おうさぴょんと稲穂やん。怪奇案件の捜査に行くんですかな。未来に行けるの羨ましいですな。行けばいいと思うよ、別に。ダニー、どうもダニー。世界を飛び回って元気だね。ま、宇宙服着てる君にはね、言われたくないけどね。宇宙すらも飛び回ってそうやもんね。あっち側やったんかな。こっちか。あ、ここやね。あったー。やっぱりあの時は調べれんかったんや。トレジャーボックスを発見した。ヨーグルトを10個手に入れた。おー、一気に。一気にやん。いいね。さあ、それじゃあ、とりあえず、あれか、飛びますか。そういえばなんか鏡もあったよね。あ、これ。これは未来でいいんかな。エーマ宮殿やろ、これ。未来なんか？わからん。とりあえず、飛ぼう。飛んで調べてみよう。はい、到着。おー、なんか、今までと変わっとる。今までっていうか、前より。ね、ちゃんとなんか、周りに、妖怪たちがいるよ。すげえ、感動や。ん？なんか奥にハテナがあるね。やっぱりここは違う。あ、裏側から見たやつかな。この辺に。何もないですけど。何もないですけど。ということは、過去の方ってことか。なるほどね。じゃ、とりあえずまあ行きます。はい、来たよ、カエラ様。どうも。ああ。久しいな、妖怪探偵団。その節では世話になった。ソロナキの件も解決し、妖魔界に平穏が戻った。お前たち伝説のウォッチ使いのおかげだ。いえいえ、
なんてことありませんよ。うわぁ、きのり、なんかカッコつけてる。うるせえやい。相変わらず仲がいいね、みんな。お前たちに大事な話があるんだ。はい。どんなお話なんでしょう。まさかまた何か悪い妖怪が。うん。話というのだな。お前たちに褒美を与えたいと思っているのだ。なれそこでウィスパーだけ反応した。本来であれば、妖魔界での高い地位を与えるなど、いろいろな計らいができるのだが、お前たちは人間界に生きるものだ。そういったものは不要であろうな。なんか今度は落ち込んだんやけど、どうした？表情豊かやね、横から見よっても。だが、欲しいものを用意することならばできる。何かあれば言ってほしい。ガッツポーズ。さすがカエラ様ですね。私は新型の妖怪パッドと。そういう。ウィスパー。お気持ちは嬉しいですけど、私は受け取れません。はい。僕も夏目と同じ考えです。そうですよ。妖怪探偵団として当然のことをしただけですから。うん。俺たち、お礼が目当てで戦ったわけじゃないからね。ありがとうございます。気持ちだけ受け取っておきます。そうそう。お礼ちょっと欲しかったかも。ケータはちょっとウィスパーに通ずるものが。ああ。お前たちはそう言うだろうと予想はしていた。しかし大王として礼をしないわけにもいかん。そこでだ。お前たちの妖怪ウォッチ、ランク S にするという例ならどうだ。お前たちのウォッチランクは見たところ A のようだしな。妖怪ウォッチのランクアップは妖怪探偵団の活動にも大いに役立つだろう。ただし、形式として試練を受けてもらうぞ。どうだ、やってみるか。そんなのお礼じゃない。やってみるけどさ。妖魔界を救ったお礼として、カエラがウォッチランクを S にしてくれるという。ただし、形式として試練を受けることに。今までで最も大変な試練になりそうだ。覚悟を決めて試練に挑戦してみよう。うわぁ、大変そう。よっしゃー！そういうことなら受けるしかないっしょ。だよな、みんな。頑張るよ。S ランクへの登竜門発生クエストを進めてみよう。うん。決まりだな。それではランク S の試練を行う場所は、霊剣林としよう。何それ、新しい場所？先に行っておいてくれ。こちらも準備があるんだな。あ、あれか、なんか、妖精剣。ん？何のとこ？白虎？なんかおるよ。あ！二人とも！うむ。戦う覚悟を決めるのだ。我ら風神雷神が相手になろう。あ、君たち？でもあれやん。絶対強いやん。もう一つの形態ね。やっと来たか。お前たちの強さ、我らに証明するのだ。戦う準備はできているな。うん。はい、わかった。では戦うとしよう。我ら風神雷神、いざ参る。声かわいすぎか。はい、来たよ。雷ちゃん、風くん。かわいい。でも一番難しいって言ったぐらいやけん、絶対めっちゃ強い。頑張ろう。あ、間違えた。友達召喚。レイ。おっと、キュービー何の、どういう状態ある？グレートか。あー、ちょっと待って。グレン地獄。ヘイ。からの、ちょ待って。終点同時が危ない。はい。鬼しぐれ。違う、できてない。鬼しぐれ。あ、回復ありがとう。嬉しい。嬉しい。で、なんか誰やった？さっき青龍が出れるって言った。出すわ。あ、オロチがお亡くなりになってる。どうした？何があったの？つらい。青龍シャドウサイド、神なる大河。あれでも結構普通にダメージ与えれてない？ほら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 。はい、そしてあ、まだメンバー交代できんかった。トリプルウォーター。お、不動明王ボーイの追撃。いけ。あ、交代。いけるいける。はい、オッケー。おっと、はい、不動明王ボーイ、ドッカン雷鳴斬り。水辺でのこれは致命的やろ。あー、怖い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 。やめてやめてやめて。ふーくんやめて。ふーくんやめて。怖いわ。ビビビビビビ。
あと一人誰かさ、なんか技使える状態やったよね。あ、ジャーボーか。ちょっと待って。よし、ジャーボー。おいで。よし、ジャーボーグレートか。からの、大ジャヤマフェスティバル。と、片方やっつけれたんじゃない？どうよ。あー、不動明王ボーイ、はい、おいで。さすらい、さすらい玉どこや。え、さすらい玉どこ。あ、あった。ちょっと、待っていただきたい。あの、見えないから。あった、さすらい玉、はい。よし。経験値か。経験値でもいいんだけども。はい。友達召喚。レイ。おー、やったー、今のでとどめ。嬉しい。え、結構普通にやっつけたな。一番難しかったの？それともまだ何かあるとか。強かったー。おばばの試練より超大変だったな。でもこれでぼっちがランク S になるぞ。ミッションコンプリート。お前たちなかなかやるな。だがこれで終わりではないぞ。ほらー。おお、カイラ。カイラ様。風神と雷神に勝利したということはウォーミングアップは済んだようだな。あーい、ここ戦うのマジで。ウォーミングアップってもしかして、まさかランク S の試練はまだ終わってないってこと？いや。そこから間違えているぞ。試練は始まってすらいない。じゃあまさか、本当のランク S の試練の相手は、無論、この私だ。弱ってからとか卑怯じゃね？カイラ様が相手？覚悟するんだな。では試練を始めたくなったら、私に声をかけるがいい。試練を開始しても良いのだな。はい。ああ。よし、では始めるとしよう。お前たちがランク S にふさわしいか、その力、私に見せるがいい。はぁ、頑張ろう。やっつけれるかな。来たよ、ジャオーカイラ。よし、来い。よし、オロチ。オロチグレートか。からの？ちょ、待って、カイラどれ？あ、おった。ヤマタノオロチ。でいい。あ、でも結構普通にダメージ与えれる感じがするけど、どうなん？新速アターク。あ、危ない。危ない、普通に。さっきからどうなるよんかがよくわからんねえけど。新速アタックやけん見えんのかな。あー、ふみちゃん交代。勇士トーマ。オッケーオッケー。そして、早速ゲンマに。宝典断獄残。ここはやっぱりトーマが一番役に立ってくれるんではないかと思うんやけどね。はい、キュービグレートか。からの、グレン地獄。そして、はい、主典同時。まだか。主典同時グレートか。待って、ジャーボーおいで、はい。あ、ジャーボーと交代してしまった。じゃ、まだ。はい、不動明王ボーイ。これは。あ、危ねえ。お、アジナリ、はい、来て。よし。幻獣召喚。誰がいいかな。とりあえず、百個で。ほい。うお。私まで一緒に吹き飛んだんかと思った。あ、でももう半分以上いっとるよ。頑張れみんな。頑張るんだ。でい。やめてやめて、もう。あ、怖い。あ、怖い。じゃあどこ行った？おったおった。ダイマレーダン。お、消えた。よし。友達召喚。てん。どうやどうや。お、よし。不動明王ボーイグレートか。そして、ドッカン雷鳴斬り。てい。からの、ジャーボーグレートか。そして、大ジャヤマフェスティバル。
うー、危ねえ。待って、誰？はい、セイリおいで。はい、神なるタイガ。えい。おー、結構普通にいけそうな感じがするな。あ、てか、ちょっと待って、さすらい玉、はい。そして、神交代、おいで。軍人召喚。軍神。いつも軍人って言ってしまうよね。タイマゴーザン。妖怪たちよりも、人間がすごい張り切っとる感が。いや、でも言うても、妖怪使いよるけんあれか。一緒か。地雷埋め込んでおいたけど、多分。お、でも、くっそ。くっそ。いけいけ。あ、待って。うわー、くそ。あ、ちょっと危ない。体力めっちゃ危ないんだけど、今。やめて。やめて。もうちょっとでね、必殺技ゲージが溜まりそうなの、私。あー、ジャボー。お？あの、ちょっとした炎攻撃でやっつけてしまった。必殺技でやっつけたかったな。イエーイ。いい戦いだった。カイラ様、あれだけ戦った後なのにもう元気じゃん。あの、ウォッチランクの試練の結果って、うん、言うまでもないだろう。合格だ。おー、やったー。よかったー、うん。お前たちも試練に付き合ってくれてありがとう。なんてことはない。お安いご用。では、妖怪ウォッチのランクアップに取り掛かろう。作業のためにエンマ宮殿に戻る必要がある。私じゃ先に行っているぞ。うむ、カイラ様お待たせするなよ。うむ、速やかに来い。上からだ。すっごい試練だったな。豪華な試練だったね。それじゃあ閻魔宮殿に戻ろっか。ね、カイラ様さ、戦ってる時なんか楽しそうだったよね。うん、言われてみれば生き生きしてたような。そうだね。カイラ様忙しいみたいだし、息抜きしたかったのかもね。はい、来たよ。どうも。ああ、戻ってきたな。それでは早速作業に取り掛かろう。ウォッチをこちらに。蛇王カイラにみんなの妖怪ウォッチを預けた。確かに預かったぞ。うん、帰りはすぐに済む。そこでしばらく待っていてくれ。はい、よろしくお願いします、カイラ様。待たせたな、お前たち。さあ、受け取ってくれ。やったー、妖怪ウォッチのランクが S に上がったー。これで全部のウォッチロックを解除することができるね。よっしゃ、ついに、ついにランク S になったんだ。なんか達成感あるな。カイラ様と戦ったからなおさらじゃない？感動もひとしおってやつ。カイラ様とっても強かったもんね。いや、でも、ラスボス、サラナキよりも強かったんかって言われるとよくわからんけど。勝てなかったらどうしようかと思った。お前たちなら試練を達成できると確信していたぞ。それに先の戦いは私も楽しませてもらったしな。やっぱり息抜きだったんだ。お前たち妖怪探偵の活躍、妖怪探偵団の活躍、これからも期待しているぞ。はい、頑張ります。また手合わせる機会があれば次は全力戦ってみたいものだな。あ、もしかしてやっぱりこれでパワーアップしてるってことかな。あれで全力じゃなかったの？本当はどんだけ強いんだ。 S ランクへの登竜門バッチリ解決。やったね。これで今度から見かけたウォッチロックは全部解いていこう。もう確認する必要もない。ほい、ということで、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、これで、ま、思ったよりもあっという間にね、 S ランクになれたし嬉しい。もっとかかるかと思った。